皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年3月12日、女優の二階堂ふみが主演を務める TBSK 火曜ドラマ、「ILOVEYOU」毎週火曜夜10時の第8話が12日に放送される。写真、二階堂ふみチェジョンヒョク、色気全開、レッドシーン。二階堂ふみ主演、「ILOVEYOU」、本作は主演。 二階堂の相手役に韓国でドラマ界のライジングスター、次世代を担うスターの一人と呼ばれ人気沸騰中のヒョプを迎えて送るファンタジックラブストーリー。目を見ると相手の心の声が聞こえてしまう、テレパス、の能力を持つ主人公と、超ピュアな年下韓国人留学生の恋模様を愛とユーモアたっぷりのオリジナル脚本で描き出す。I love you、第8話あらすじ。テオ、チェ・ジョンヒョプ。 の部屋で心が聞こえる少女という絵本を見つけるゆり二階堂文驚くべきことにそのストーリーは優里とテオの出会いから今までの思い出と事と細かにリンクしていたそして絵本に書かれたやがて二人にはさまざまな不幸が降りかかったのですという言葉の通り優里の周りで絵本にリンクしたハプニングが次々と巻き起こるこれは偶然ではない優里と真宙山下瑞樹 の二人は事の真相を探るべくて尾の部屋に乗り込む。どこだと思いますか次は CU でした。